でかい山1個を超えてきましたね。このツアーで500ペソ、めちゃくちゃコスパいいっすね。これはもうローカルのバスとかでは来れない場所なんで、もう絶対ツアーですね。いやもうね、これは秘境でしょ。超絶楽しみです。興奮しまくりですけども、一旦落ち着いて、着替えてですね、早速アグアに入っていきたいと思います。この時を待ってたと。もうね、海パンを中に仕込んでますからね。今回のツアーで一番楽しみでしたね、これがね。いやー、これはすごいよ。としてはかなり濁ってますね。これは温泉と捉えればセーフですけど、なかなか汚い雰囲気ですけどね。だとしても入らないという選択肢はありません。行きましょう。いやもうこれはすごいね。超絶絶景スポット入りましょう。これは温泉とかじゃないですね。完全に水ですね。濁って溜まってる水。この濁り具合はガンジス川と張りますね。これだけ人がいても入ってる人マジいないですからね。誰も入ってないからね。あ、足つく。足つきますね。ほっほう。あ、冷たい。冷た。あ。おお、結構深い。おお。あ、ちょっと浮くぞ。おお。お、これ下。あ、足つかない。これ足つかないな。あ、いかがでしょうか。足かなりジタバタさせてますけど、岩とかにぶつかったら足切れますね、これ。危ない危ない。おお。あ、でも入っちゃうと気持ちいいかも、意外と。ただね、全く濁っていて、そこが見えないのと、結構足つかないんでね。私175ありますけど、全然足つかないんで、これ結構危ないですね。
適度に風があるんですけど、日中の気温がやっぱり25度を超えてるんで、水から上がってもそんなに体が冷えませんね。いや結構ねみんなね入り始めましたね、ぼちぼち。何やら源泉らしきものがありますよ。あ、ついたついた。さあ足つきましたよ。これが温泉だったらもう最高なんですけどね。いかんせん水ですよ。超絶ぬるい。近づいてきたけど、いや気使ってちょっと離れたんですけど、むしろ近づいてきてる。これはすごくないですか。ハゲワシも使ってますからね。ハゲワシと混浴ですよ。こんなことある？
みんな見てますけど全然リラックスしてますからね超リラックスしてる。飲んだり、翼を洗ったり。ちょっと強引なおばちゃんがいきなりわしに近づいて逃げちゃいましたね写真家の人がちょっと怒ってましたねなんだよみたいな。もうどこの国もやっぱおばちゃんはすごいっすね。お構いなしこのおばちゃんね自分のベストスポットのためにわしを追っ払いましたねいやわしとね混浴したっていうね。いや素晴らしい体験。あそこにいますけどね、このわしね、このわし、メキシコでハゲワシと混浴。ありがとうございました。対面に見えていた場所に着きましたが、ボコボコ湧いてますねアグアが。これはすごいね。もうずーっと痛い。もうレストランもドリンク飲める場所もたくさんあるんで、ほんとここは半日ぐらい痛い場所ですね。ここからね湧いてますからね今も。信じられない絶景。
られない。いやもうね、やばいね。もう感動がすごい。